はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ズマロンの、35mmF2.8 メガネ付きというレンズになっておりますね。ご覧の通りですね、ズミクロンの8枚玉にですね、非常によく似た外観をしているレンズなんですけれども、お察しの通り、8枚玉をリスペクトしたレンズという風になっているんですが、本家をもですね、しのぐ描写力を見せてくれるリーズナブルなレンズということで、大変評価の高いズマロンとなっておりますので、ぜひですね、お早めにチェックしていただけたらと思います。はい。メガネ付きということで、ライカの M3 ですね、M3 用のレンズという風になっているんですけれども、もちろんですね、ライカ M 型のデジタルカメラですね、M9 とか M10 にもご使用いただけるレンズですね、となっておりますので、ぜひですね、ご活用いただけたらと思いますが、ソニーのα7 シリーズとかですね、にご使用される場合はですね、このメガネがですね、このグリップ部分と干渉してしまうことがありますので、その点だけお気をつけていただけたらというふうに思いますね。はい。シリアルが1931388ですので、こちらがですね、1962年ですね、の、こちらは、ドイツ製ジャーマニーですねのズマロン 35mmF2.8 メガネ付きという風になっております。でもって今回はですね、熊本の中村光学様において一通りオーバーホール施していただいている個体となっております。はい、という感じですね。では外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通り、今回もだいぶ綺麗な、外観の綺麗な個体が入ってきておりまして、目につくすれとか当たりへこみといったものは見当たらないですね。ご覧いただいている通りです。メガネ部分によくこういうとこですね、当たったりすれたりしているもの多いんですけれども、この個体はですね大丈夫ですね。全然擦れた跡とか当たった跡も全くありませんので、こう落下したりとかですね、どっかにぶつけたり擦ったりしたような個体ではないというのがお分かりいただけると思います。はい。まあ、このメガネもですね、取り外ししたりできる、ようなんですけれども、このネジとかですね、外せば取り外せられるとは思うんですけども、一応その辺は自己責任で、はい、行っていただけたらと思いますね。はい。外観非常に綺麗なんですけれども、レンズも全く、擦れ傷とかコーティングの剥離摩耗など見えないですね。前玉後玉ともに大変綺麗な状態ですね。で、中玉にももちろん曇り、カビ、バルサム切れ、チリホコリの混入などもライトで透かしても目視でほぼ確認できませんので、撮影して画質にあるような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。でもって絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛み、錆、汚れなどは全く見当たらないです。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いてますね。まあ、全部バラしてグリスアップもしていただいてますので、この辺全く問題ないですね。で、無限ロックもしっかりと効いてますね。はい。マウント部分もすれとか摩耗などなく非常に綺麗な状態です。はい。付属品がリアカップと、こちらのロゴ入りフロントキャップ、そして先ほどもご覧いただいたこちらの、整備表と、こちらのセットで今回はお届けいたします。はい。ということで、非常にですね、人気が高くて、描写もズミクロンの8枚玉に勝るとも劣らぬ描写力を見せてくれるズマロン 35mmF2.8 ですねの、今回はメガネ付きの整備済みの個体となっております。
非常に人気が高くてですね、お値段もリーズナブルな設定となっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。